ローガンエアー6780便事故は2014年12月15日にセトランド諸島で発生した航空事故である。アバリーン空港からサンバラ空港へ向かっていたローガンエアー6780便が着陸侵入中に落雷に見舞われ、その後ビモを上回る速度で急降下した。高度1100フィートまで降下したがパイロットは機体を立て直し、 アバディーン空港へダイバーとした乗員乗客33人は全員無事だったブラックボックスの記録からパイロットは落雷によって自動操縦が解除されたと思い込んでいたが実際には解除されておらずパイロットと自動操縦が相反する操作を行ったため機体の制御が一時的に失われた航空事故調査局はこの事故を受けて 自動操縦のシステム変更などに関する5つの安全勧告を発行した。事故機のサーブ2000は機体記号ジールに落として登録されたもので、1995年3月に初飛行を行っていた。2機のロールスロイス AE2100A ターボプロップエンジンを搭載しており、 総飛行時間は26,672時間で25,357回の飛行サイクルを経験していた。サーブ2000は最大53人の乗客が搭乗できるターボプロップ機で1994年に認証されてから1999年まで製造が行われた。サーブ2000におけるビモは1万1000フィート以上で270ット 9000フィート以下で250ノットと定められていた。飛行試験中に達した最高速度は318ノットだった。スコットランドのコミューター航空会社であるローガンエアーは2017年8月までイギリスのフライビーとフランチャイズ契約を結んでいた。そのため当時事故機はフライビーの塗装が施された上で運航されていた。 機長は42歳の男性で2005年からローガンエアーに雇われていた。総飛行時間は5780時間で、サーブ340では4640時間、サーブ2000では143時間の飛行経験があった。機長はもともとサーブ340に乗務していたが2014年8月からサーブ2000へ移行していた。機長は サーブ340に乗務していた際、落雷による発電機の故障を想定した訓練を受けていた。この訓練では、落雷によって発電機が故障するとともに自動操縦が解除されるようになっていた。副操縦士は35歳の女性で、2014年初頭から老眼エアーに雇われていた。早飛行時間は千五十四時間で、サーブ百四十では百六十時間の 飛行経験があった。サーブ2000の飛行資格を取得したのは2014年5月だった。離陸以前に機体に異常などは報告されていなかった。アバディーンの天候は良好だったが、サンバラの天候は雨、雪、氷を伴う降雨と最大60ノットの強風が吹くと予報されていた。パイロットは事故以前にアバディーン対サンバラ間を往復していた。 サンバラまでの所要時間はおよそ1時間で1 8 2 8ラムの燃料で飛行は可能だったが、アバディーンで燃料補給を行った方がコストを抑えられるため、必要量よりも多い3 0 0 0ラムの給油を行っていた。6780便はサンバラ空港の滑走路27へ ILS で侵入することを許可された。機体は2000フィートまで降下し、 空港の東急海域地点でローカライザーを捕捉した。侵入中、気象レーダーに激しい雷雨が表示されたため機長は、侵入復興を決定した。旋回中、雷がレドームに直撃し、機体の尾部にある補助動力装置の排気口から流れ出た。落雷の直前には、玉電が客室の前方に短時間現れた。この時、 機長は管制官と更新を行っていたがらくらいに見舞われたため中断し、機長は自身が操縦を行うと副操縦士に言い、昇降だのトリムタブを岸上げ位置へ動かした。この間に副操縦士は命令を宣言した。PFD に表示されるピッチトリムとロールトリムの警告機体は上昇し始めたものの機長は反応が鈍いように感じ、副操縦士も 同様に反応が鈍いように感じた。プライマリフライトディスプレイには自動操縦のピッチトリムとロールトリムについての警告が表示された。機長は昇降打の緊急トリム機能を作動させるように副操縦士に指示をしたがシステムが異常を検知しなかったため、スイッチを入れても緊急トリム機能は作動しなかった。6780便は4000フィート付近まで上昇したが、 徐々に高下に転じた。機体は毎分9500フィートの効下率で急降下し始め、その最中にエアデータコンピュータの一つから無効なデータが送信されたため自動操縦が解除された。P 近くはマイナス19度に達し、速度はビモを80ノット上回る330ノットまで増加した。管制官はパイロットに対して高度の情報を伝え続けた。 1100フィート付近でイゴーポーズのシンクレートとプルアップの警報が作動した。機長は操縦桿を引き続け、機体は上昇し始めた。その後、6780便は24000フィートまで上昇し、アバディーン空港へダイバートした。イギリスの航空事故調査局が事故調査を行った。事故機の詳細な検査が行われた。レドームの表面には、 損傷が見られ、内部には熱による損傷があったものの穴などはなかった。APU の排気口にも損傷が見られたが、それ以外の機体の損傷は見られなかった。証拠だと自動操縦の制御システムの検査も行われたが、異常は見られなかった。調査から事故機がトリガードがみなりに見舞われていたことが判明した。トリガードがみなり、または上向きがみなりは、雷雲から、 地表や構造物へ向かう通常の落雷とは異なり先端が突出したものから雷雲へ向かう落雷を指す。イギリス気象庁の雷検知システムでは19時10分20秒に事故機が遭遇したとみられる落雷が観測されていた。落雷に見舞われた直後、パイロットは侵入復興を継続するためにを増加させるとともに操縦桿を引いて機体を上昇させた。 一方で自動操縦は2000フィートを維持するためピッチトリムを機種下げ位置へ動かし続けていたためパイロットは24ポンドの力で操縦管を引く必要があった落雷に見舞われてから2分半の間パイロットと自動操縦は相反する入力を行い続けた機体は段階的に上昇を続け4000フィートまで上昇した高度を維持するために パイロットは80ポンドの力で操縦管を引いていた。6780便は10秒程度4000フィートを維持していたが、自動操縦がピッチトリムを機種下げ位置へ動かし続けたため、機種は徐々に下がっていった。最終的にピッチトリムは9度近くまで動かされ、6780便は毎分1500フィートの降下率で降下し始めた。 エンジン出力は徐々に絞られていき、アイドル状態まで動かされた。6780便が毎分4250フィートの効下率で3600フィートを通過していた際に自動操縦が解除された。パイロットは操縦桿を引き、ピ・ッチトリムを機種上げ位置へ動かした。イゴーポーズのシンクレートの警報が作動し、続けてプルアップの警報も作動した。 高価率は増え続け、1600フィートで毎分9500フィートに達したものの、パイロットは機体の立て直しに成功した。アイブは機体の立て直しがあと7秒遅ければ墜落していただろうと述べた。自動操縦は入力されていた2000フィートよりも機体が上昇していることを感知し、機種下げ操作を行った。機長が操縦管を引いたり、 ピ・ストリムのスイッチを操作したりしても、自動操縦は解除されず、機種下げ入力を続けていたために、機長は機体の反応が鈍いように感じた。機長はこのことから落雷によって操縦性能が低下したと誤って認識した。その後、ADC の不具合により機種が重度下がった状態で飛行していた際に自動操縦が解除された。報告書ではもし、 ADC の不具合によって自動操縦が解除されなかったとしても自動操縦のピッチ角の加減である17度に達した時に解除されただろうとされている6780便の FDR データフライトデータレコーダーの記録からフライトコントロールコンピューターの一つが99ミリ秒の間 ADC からのデータを受信しなかったあるいは無効なデータを受け取っていたことが判明した これによって19時13分に自動操縦が解除された。事故後に ADC の誤動作などが見られなかったことから ADC の取り外しなどは行われなかった。2016年9月、IVE は最終報告書を発行し、以下のように述べた。機長は落雷に見舞われた後、手動で機体を操縦しようとした。これは本能的な判断であり、落雷で、 自動操縦が解除されたという過程に基づいていた。実際には自動操縦は解除されておらず、機長が上昇を試みている間、2000フィートを維持するために機種下げ入力を行い続けていた。自動操縦が相反する入力を行ったため通常よりも強い力で操縦感を引く必要があり、機長はこれを落雷に見舞われた影響だと誤って認識した。 機長は自動操縦が作動しているという表示やそれを示すトリムに関する警告を認識していなかった。これは機長が認知バイアスに陥っていたためだと推測される。さらに報告書は急降下について以下のように述べた。自動操縦による機種下げ入力は機長によって行われた機種上げ入力を上回ったため機体は急降下し、降下率が 毎分9500フィートに達した。その後 ADC の不具合により自動操縦が解除され、機種上げ操作が機体に反映された。機体は最低高度の1100フィートに達する直前に上昇を開始した。アイブが調査した22種類の航空機のうち、サーブ2000にのみ以下の3つ特性が自動操縦に見られた。以前は、エアバス A300 とホッカー70。 フォッカー100の自動操縦にも同様の特性が見られたが、複数の事故を受けていずれも自動操縦の設計が見直されていた。また、サーブ340では操縦管をパイロットが操作しても自動操縦が解除されないというサーブ2000と同様の特性があったが、ピッチトリムをパイロットが操作すると解除されるように設計されていた。また、アイブは、 高速での飛行時に操縦艦による操作よりも、ピッチトリムによる操作による効果の方が大きいことが事故に寄与したと結論付けた。そのため、操縦艦を限界まで引いてもパイロットは、機体の機種下げを打ち消すことができなかった。自動操縦は、ピッチ角やバンク角が一定の角度を超えると、自動的に解除されるように設計されていたが、速度超過を防げるようには設計されておらず、 ビもを上回る速度に達しても解除されなかった。欧州航空安全機関は2018年に発行した驚愕反応に関する報告書でこの事故は重要性が驚愕反応によってではなくその後の一連の出来事によって定義された興味深い例であると述べた。エアサはさらに事故について以下のように記述した。落雷に見舞われた後機体は 完全に正常な状態で自動操縦を解除するという単純な操作を行えば通常の手動操縦を行えた。しかし驚愕反応とストレスの影響で機長は即座に操縦管を操作してしまった。機長が即座に手動操縦を行わなかった場合自動操縦との相反する入力が回避されはるかに安全に飛行できた可能性があった。アイブは自動操縦による 制御の喪失を防ぐため、エアサと連邦航空局に対して5つの安全勧告を発行した。安全勧告では、サーブ2000を含むパート25の規則や、それと同等の規則によって認証された航空機の自動操縦の設計を見直し、パイロットが自動操縦と相反する力を加えた際に潜在的な危険を引き起こさないようすることが求められた。上記の通り、 エアバス A300 とフォッカー70、フォッカー100では本事故と類似した事故が発生していた。ありがとうございます。